はい、おじです。さあ、今回はね、ちょっと電源のお話になります。でね、今日視聴者さんがね、このドックオーディオの、これね、ノブサンドさんの P1 とアンパパの A1 両方買ったよっていうことで、それで、この真空管アンプっていうかね、あの、プリアンプは、だいたい 12V なんだよね。で、デジタルアンプは 24V とかね、36、48とかあるんだけど、プリアンプは後ろ見ると、12V なんだよ。で、24とかつけるとぶっ飛ぶ。ね。一発で壊れます。で、真空管がついてるやつは、だいたいプリアンプが多いんだけど、プリメインもあるんだけど、だいたい P1 後ろ見ると 12V になってるので、で、メーカーが違えば、音色が違うのかっていう、電源でね、音は変わります。で、同じ電源でも、同じ例えば 12V で、ね、今ここにあるのが 1.5A と、これが 7A だっけな。5A ね。で、P1 についてるのが 1.5A ね。まあ、大きさも全然違うんだけど、同じ 12V 電源です。で、いい電源、悪い電源で音が変わります。で、そのね、デジタルアンプの場合は、本当に、その電源でっていうかね、例えば、例えだよ。本気にしないでよ。例えば、このアンプが 50W プラス 50W で 100W のデジタルアンプだとしましょう。あ、あそこにあった。ちょっと待って。これね。これが、ちょっと見にくいかもしれないけど、NS20G ってやつなんだけど、これね。で、ワット数書いてねえなー。ちょっと何ワットかわかんないけど、50プラス50か100プラス100ぐらいあるんだよ。結構大きいんだよ。で、それって、24V の電源を使った場合、そして、スピーカーを4オームで使った場合の、マックス50プラス50なんだよ。なので、24V 電源使ってないと、音も大きくならないし、ね。スピーカーも4オーム、6オーム、8オームってあるんだけど、4オーム使わないと、音がちっちゃい、ね。パワーが出ないっていうことになります。で、デジタルアンプって、こうやって見るとね、ここ、DC9V から 24V インって書いてあるよね。だこのアンプは 9V から 24V までの電源を入力してくださいねってやつなんだよ。だ当然 1V から 8V までの電源だと容量不足ということになります。電源が足りない。ちゃんと音出すのに。だ動作が不安定になるということです。で、これ 24V までなので、24V より大きい電源つけると飛びます。おじいのところで言ったら 36V とか 48V の電源があるんだけど、それをつけたら確実に飛びます。で、9V の電源、12V の電源、で、19V の電源、で、24V の電源かな、おじいのところにあるんだけど、で、これの場合は 9V から 24V なんで、じゃあ 9V の電源と 24V の電源をつけた場合、24V の方が明らかにいい音がします。うるうると。ね、で、なので、ここの、アンプって、このデジタルアンプだったら、何ボルトから何ボルトまでっていうのがあるので、そのマックスで使った方が、パワーも、この使用通りね、出るし、音もいいということになります。で、じゃあ、このね、P1 の後ろ見ると、
ちょっと今もう、いっぱいついちゃってるから、ちょっと見せられないんだけど、12V って書いてあります。何から12じゃなくて 12V なんです。12V。ね。なので、今、これから検証は、じゃあメーカーによって違うのかって、どっちも同じノブサンドさんのついてた、まあ、こっちはありきたりの、OEM だと思うんだけど、こっちはドコーデ、ノブサンドってこう入ってるんだけど、じゃあ同じ 12V 電源で、P1 付属の 12V 1.5A、おじいの場合はノーマル9のやつ。今のはどういう電源ついてるか知らない。売ってるのは、ノブサンドさんで売ってるのはこう四角いのなんだけど、おじいの時代のはこういうやつだったんで、ちっちゃいやつなんで、ね。で、音の違いがわかるかどうか、この電源をね、違うメーカーに変えたら音が良くなるかもしれないっていうね。あ、それは確実にあるんだよ。で、その電源によって、そのプリアンプの音が変わるって楽しみよりも、低音高音いじった方が変わるし、で、電源変えるのに、やっぱ、2000円とか3000円とかこうかかるわけじゃん。だったら、真空管ワンセットで買ったって、千何本とかね。まあいいの買ったって2000円するかな。だからそれぐらいの話なんで、だから真空管を変えた方が全然楽しみはある。ただ、今、P1 プロ買ってる方は、おじいのと違ってもう、いい真空管ついてるんで、変える必要がないんだよね、結局ね。だ旧型のこういうのを買った人は、今のプロについてるようなやつをね、真空管を別個にね、千何百円とかで買って、で、差し替えて、おー、グレードアップしたぜ、おー、音違うぜって、こうやって玉転がしって楽しむんだけど、とりあえず今 P1 プロ買っちゃった人は、とりあえずシャッターシャッターついてるんで、ね、まあ、あまりそこで楽しんでるのもいいんじゃないかなって、逆にグレードダウンのやつを買っても楽しめないでしょ。ね、じゃあ、12V 電源同士で、じゃあ、1.5A と 5A の違いを聞いてみよう。ね。音割れなければいいけどな。同じ音でね、最初からちょっとだけずつ比べてみましょう。こっち、これ違う。これはうるさいからね。反応しないんだよね。また止まっちゃう。ほんとね、もうスマートフォン全部もう壊したい。ほんと。スマートフォンはもう使いたくないよ、おじいは。パソコンじゃないとダメ。ほんと。こういう時用にね、なんか音がいいのとかなんか欲しいね。もう全部破壊したいもん、ほんと。音聞くもんじゃないよ、スマホは。動画を撮るためのもんだよ。ね。とね、操作性が悪い。じゃあ行くよ。
では次に、12V の 5A にね、そのまま変更します。もうね、1時間以上、電源もずっとね、両方ともつけっぱなしで、ついた状態でバッチリは火花出るから、やっちゃいけないんだけど、ね、同じ条件で動画に流して、皆さんにね、見せないと、変わった変わんないってケチつくんで、本当はやっちゃダメだよ、これね。で、ちょっと安定するの待ってから。ね、よし、じゃあ行くよ。どうでしょうかね。これを聞いてる方、違うと思った？変わんないと思う？ね。おじいはね、どうしようかな。この動画で言うか言うまいか。でも、音に興味のある人少ないからみんなコメントしないんだよね。一人ぐらいしかいないんだよね。この間も違いわかるって言ったけど、誰もコメントしないんだよね。おじいは、こっちの方が、バイオリンみたいな音の音色がくっきりして、こう響き方がね、ちょっと違うように聞こえます。こっちの方がいいかなっていう感じはするんだけど、出だしのなんかポンポポンとかっていうのはそんな大して変わらないし、ね。で、本当にね、違うよねっていうのが微妙な差で、過去の検証でデジタルアンプだと、ノブサンドさんのトーンね、その横にあるけど、それで、ウォークマンのハイレ上限のサンプルでやった時に、24V と、あれ何 V かな ?19V かな付属のね。で、それと、ノブサンドさんの 24V、6A の強化電源と、まあ、それが届いた時なんで、じゃあ、比較検証をしてやった時に、明らかに違ったんだよ。びっくりするぐらい。本当にツヤツヤ、うるうる。もう出だしのパーンからみんな違うっていうぐらい、もろに違ったんだよね。で、この違いって、そういう違いがないんだよ。あったとしても、いや、こっちの方がなんとなく綺麗に食えるかなーみたいな、その弦楽器がね、ぐらいなんだよ。だね、その差はちっちゃい。ほんとね。だ本当
これが 12V なんで、デジタルだったら12から24だったら、12と24を比べると違いが出ると思うんだけど、これはできないんでね、12V なんでね。本当、他のメーカーの電源使ったら音が変わるかっていうように、これぐらいの違いは出るよ。ね、もうちょっと出る電源もあるかもしれないけど、でもどっちかっていうと、今そうだね。ちょっと待って。でも、コンセント、うち家族も誰もいないから、他で電気使ってないし、この部屋全部15万円かけて、全部分電盤分けたんでね、あんまノイズ乗らないようになってんだけど、それでも多少違うかもしれないんでね。ちょっとね、コンセントから取ってみようか。ね。じゃあ、今この音を、じゃあ、そのまんまね、ちょっと今これコンセント抜いて、今動かしちゃうとあれだから、ね、ちょっと動かせないから。よいしょ。今、そのまま引っこ抜いちゃったけど、本当は良くないけど。で、コンセント抜いて、このコンセントがね、パソコン専用で、引いちゃってるのから取ってる可能性があるんだよ、もしかしたら。こっちに2個取って、前パソコンこっちに置いてあったんで、パソコン専用で1個だけ分電まで来て、それから取ったら何もなんないんだけど、まあでも電源の違いくらい出るかな。ほんとね、この部屋バーンって押していかないように、お金かけたんだよ、この部屋はね。まあいいや、今コンセントにしたので、じゃあ同じの聞いてみよう。ちょっとね、ノイズ、どっかノイズ拾ってるな、これ。さっきも一回あったんだけど。さっきはね、こうやってやってね、ベッ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 ってこうなったんだよ。なんか。ね、じゃあ、今度、あんまこれ動かしたくないんだけど、ちょっと位置を指で押さえておいて目印を。最初はこの電源で撮ったんだよ。で、今コンセントだけど、で、この電源で撮ってみようか、今度。よし。これでいいかな。
なんかね、音よく聞こえるんだけど、ね。気のせいかもしれないけど、ね。で、あとやってないとしたら、ちょっと待ってね。あとは、この、1.5 アンペアの方をコンセントから取るやつね。先にこっちからつけないとね、本当はダメだよ。火花散るからね。で、ちょっと置かないと。やっぱね、ポータブル電源からね、供給すると、音結構いいように聞こえるけど、皆さんどう？おじいが言っちゃうとさ、なんていうの？マインドコントロールされるじゃん。だから言わないんだけどさ、ほんとね、すごい、艶響きが違うように思うんだよね。よし、じゃあ、いくよ。12V の 1.5A のコンセントからです。耳には出だしのバイオリンが出てくる前のポンコポンコポンコの あれからね、あれがなんか音が団子になって聞こえるね。このテレテテテテテテっていうね、音色は同じなんだけど、キーンってくるのがね、ここにいて何にもないね、このマイクでどう取るかわかんないけど。じゃあ、今度ね、右側の、このスピーカーに電源供給してるね、同時取りになっちゃうけど、こっち側の、右側のポータブル電源から取ってみましょう、今度ね。ポータブル電源でも、音がね、多分違うと思うから、わかんないよ。今適当なこと言ってるけど、わかんないよ。でも電源の種類で違うとかね、でもね。うん、いいよいいよ、これいいよ、つって。最強だよ、この電源、つって。この電源の、このゴム感が、っていうのはね。よし。じゃあ、右側の電源、12V、1.5A ね。
どう？なんか出だしからなんかすごい違うと思わない？なんか、ポコポコじゃなくて、このタランタタンかな、キキキキの始まる、ダラララーンの、このダララ、ダンランラン、ダンランランランってなってない？こっちだと、ダラララーン、ダラララーンが、ドンランランランになってない？なんかこっちだとなんかこう、ぐちゃってこうなんかこう、団子になってない？お好み焼きみたいに、なんか、ね。まあこの高感度マイクでキンキンになっちゃってるかどうかわかんないけどね。もうちょっと話した方がいいのかな。ほんとね、なんかここで聞いてる音と収録の、後から YouTube で行くと、もうレッドゾーン入っちゃってんだよね。潰れて。多分今回学んだことっていうのは、同じ12ボルトだったら 1.5 アンペアと5アンペアの違いがね、あっても微々たるもんで、コンセントとポータブル電源ね、この電源の違いがやっぱりすごいでかいっていうことがね、伝わったんじゃないかなと思います。で、この違いが、わかるようであればね。で、今、これ、ね、そんなに高くない、1万円ぐらいの、アクティブスピーカーなんで、音色はそんなに良くはない。で、悪くはない。コスパのいいスピーカーなんだけど、これでも、いつも聞いてる音まではいかない。4スピーカーのね、4ウェイなね。まあ、そんなわけで、今ちょっともう一回コンセントに戻すんで、ちょっとべちゃっとなった音をね、もう一回聞いてみようか。で、こっから、ちょっとまたもう一個特別検証なんだけども、今、コンセントに従ってるんだけど、今度、ノブサウンドさんの、これね、ヒューマン共振ってやつなんだけど、まあ、高いものは十何万円ぐらいで売ってるけど、まあ、ノブサウンドさんだとすごく安い。で、まあ、これだって、月刊ムーとかね、ああいう、のによく出てくるやつなんだけど、で、このヒューマン共振って、まあ地球をなんだかなんだかって、なんだかどうのこうのってのがあって、まあリラックス効果もあるんだけど、これをね、高い位置に置いておくと、音が
良くなる、変わるっていうね。低い位置はダメなんだけど、ちょっとこれ収録だと高い位置がないんだけど、ちょっとさ、ここら辺にちょっと置いて、で、ちょっと電源これ挿して、で、青の LED がね、もう壊れちゃってるんで、赤が壊れたんだかな。今ここでヒューマン共振がもう出てるので、これで同じコンセントから取った音でも、今よりは音が良くなってるかもしれないというね、検証です。はい。じゃあヒューマン共振ね、ヒューマン共振を、これ笑ったんだけど、店長に怒られちゃうよ。これ真剣な商品なんで、おじい過去に紹介してるんだよね。うん。これをこうやってやっていくと、リラックスね。あんま怒らない。ね。うん。笑ってはいけない。真剣な商品なんで、ね。月刊ムーに出てくるような商品だけど、真剣な商品なんで、ね。はい、じゃあ、ヒューマン共振をオンにしました。いきます。なんか、気のせいかもしんないけど、なんか艶が出たような感じだね。なんか、クーンってこう響く、なんか、違わないなんか、真面目な話、違わないなんか、なんかね、違って聞こえるんだけど、これね、過去にもこれ検証やって、で、違うよねってね、言ってくれてくるんだけど、ちょっとこれ、電源途中で抜いてみても面白いけどね、ほんと。見えないとこで電源抜き差しして気がついたつってね、過去でやったんだよ。で、今抜いた、何秒あたりで抜いたとかね、ここで変わったってね、確か当時の視聴者さんとやったような気がするんだけど、ちょっとやってみる？見える状態で。
はい、どう？なんかね、一番最初、ガッて抜いた時に、音変わったなって思ったんだけど、目をつぶってね、明らかにガーンって変わったかっていうと、どこから変わったのかなって難しいかもしれないけど、でもなんかこの響き方がね、なんか違うような気がするんだよ。これね、もう何年か前の検証の時は何人もが、あ、本当だ、違う、つって、で、これね、結構何か買ったよ、これね。本当ね、ヒューマン共振って言うんだけど、まあ、出来代もそんな食うもんでもないんで、ずっとつけておけば、ね、リラックス、ね、する効果もあるらしい。どうもね。ヒューマン共振ってなんか調べてみてください。ね。これを、高いところ、部屋の高いところに置いとくと、いいみたいよ。ね。もうこの気が変わる。この空間の気が変わる。ね。音の伝達が。でね。なんか地球何周半だかのなんだかこのなんか、歪みのどうのこうの、うんちゃらくんちゃらがどうのこうので。で、これのヒューマン共振の 7. なんちゃらなんちゃらヘルツのうんちゃらくんちゃらがちょうどそれに合ううんちゃらくんちゃらで、どうのこうのってやつなんだよ。なんかよくわかんねえけど。で、店長見てたら怒られちゃうかもしんねえけど、でも昔からあるオーディオのパワーアップパーツとして、高いものは何十万円もします。構造は同じだよ。ね。全く同じものなんだけど、全く同じものでも、ケースを変えて、まあ、ノブサンドさんだったら主戦なんだけど、何万円とか何十万円のものってね、あと、月刊ムーとかそういうのでよく売ってるよ。音が良くなるんですってね、はい。まあ、そんなわけで、音の違い。もう、ここまで来るとね、本当頭おかしいじゃないのっていうような検証だよ。ポータブル電源とコンセントだと音が違うねっていう、のとか、24V だとわかるかもしれないけど、12V の真空管のアンプで、この違いがわかるとかってね、わかるわかんないとかって、これも本当もう、本当変な世界だからね、これね。どうでもいいような。でも、聞き分けができる人は、音を楽しめると思う。で、こういうね、まあ、そんなにいいスピーカーではないので、皆さんに、まあ、可視化ではない、可聴化っていうのかな、音の違いを分かってもらいたいので、まあ、このアクティブスピーカーをつけたけど、ヘッドホン、イヤホンで聞いてると、もっとダイレクトに違いが敏感に分かるんでね。まあ、面白い世界だと思うけどね。まあ、これ、あんまり変な沼にはハマらない方が、本当、デジタルアンプは 24V の 6A 使ってた方が絶対に音がいいっていうのと、あとはポータブル電源から音を取るだけでかなり違う。これだけ頭の中に入れておけば。あと真空管アンプだったら真空管変えて楽しめるけど、まあ、P1 Pro 使ってれば、何に変えたらといいのかな。今結構いいのついちゃってるでしょ？ね。おじいのこれより全然いい音出るはずだからさ。ね。そういう世界です。はい。そんなわけでね。まあ、暇つぶしになった方は、グッドボタン押していて。ね。みんなさ、本当冷たい視線でこうスルーしてからさ、こういう検証。誰も付き合ってくんないんだよ、と。一人二人三人ぐらいはね、いるけどね。好きだねーっていう人が。ね、はい、そんだけどね。このヒューマン共振まだ売ってんのかな？ちょっと調べてみよう。まだ売ってるようだったらリンク貼っとくけど。ね。ヒューマン共振かより、まあ、デジタルアンプ持ってる人は 24V の6A 欲しいよね。
はい、終わります。じゃあね、バイバイ。